それって何ですか？アンチモニー。アンチモニー。鉛とアンチモンと鈴が入ってるんです。合金なんです。ゆっくり冷やすんですよ。早くやると品物がざらつくんですよ。水さんが起こらないように。この本体とこのハンダが融点がまあ 10度から15度ぐらいしかないんですよ。普通の鉄にしても真鍮にしても、はい、鋳物にしても、はい、みんな冷える段階で収縮するんですね。このアンチモニーの合金は冷やすと膨張するんです。膨張すると彫刻の隅々までピシッと入っていくんです。スカッと出たとき品物が、あ、嬉しいですよ。気持ちがいいですよ。健康のもとです。
みません。はい、7月8月っていうのはどうしてもそういうピークなんで夜遅くまでやらないといけないんですよ。これは発泡剤といいます。製品の中に空気のたまりを作るんです。そうするとそういう中に空気が入るんで物自体が軽く済むんです。